どうして親戚の集まりにあんたがいるの？え？親戚の集まりだからでしょ？私だってヒロシの妻なんですから、参加するのは当然だと思いますけど。参加するのは当然？はぁ？あんたみたいな生意気なメスガキがいたらみんなが不愉快でしょ？あんたはソネ家の面汚しなの。それくらい自分で理解していると思っていたけど。そんなこと、お母さんにしか言われたことありません。お母さんって呼ばないでよ、けがらわしい。あんたがヒロシの妻だなんて、本当に信じられないわ。どうしてそんなに目の敵にするんです？あんたが高卒で片親だからよ。うちの由緒正しき家系にあんたみたいな底辺のカスがいちゃいけないの。またそれですか。高卒で片親だから底辺。なんて古い考え方なんでしょうね。事実。そうやって今も目上の人間に対して生意気を言ってるじゃない。高卒で片親の人間は非常識だって、あんたは自分自身で証明しているのよ。人の生まれを馬鹿にして差別するのも非常識だと思うんですけど。っていうか、もうやりとり自体が無駄なのでやめませんか。今更わーわー言われても知らないんですけど。この小娘、どこまで生意気なのよ。生意気も何も、私は正しいことを言っているだけです。毎日のようにそうやってネチネチ嫌がらせして、情けなくないですか？片親で高卒の方が情けないわよ。悔しかったら、ちょっとは花嫁修行でもして、目上の人への態度を学ぶことね。別に私はヒロシと仲良く幸せに暮らしてますし、お母さんにも精一杯敬意ある対応をしているつもりですよ。あなたみたいなレベルの低い人間の誠意ってたかが知れてるのね。それに料理の腕だって本当にひどいもんよ。はあ。あなたが今日作った料理、あんなのを本当に親戚に食べさせるわけ？とても食えたもんじゃなかったから生ゴミとして捨ててやったわ。え、私が作った料理？何のことですか？何って。筑前煮や卵焼きをたくさん作ってたでしょ。どれもまずすぎて捨ててやったけど。それ作ったの私じゃありませんよ。とぼけたって無駄。自分が料理ベタだってことをちゃんと認めなさい。あ、でも私たちにはもう作らないでね。いや、本当に何のことを言ってるのかわからないんですけど。片親のどうしようもない母親に育てられたのが一発でわかるわ。まるでドブで煮込んだような筑前煮だったもの。あ、そういえばご実家はどこのマンホールからお入りになられるの？さすがにひどすぎませんか？私が今日お母さんに何かしましたか？ええ、勝手に親戚の集まりに参加していること。そして出しゃばって料理を作って食材を無駄にしていること。何より、曽根という名字で生きていることよ。まず私は勝手に参加したわけではなく、ちゃんと招待されていますし、私は今買い出し中なので料理なんてまだ作っていませんし、私がヒロシと結婚することも曽根家の皆さんは温かく受け入れてくれています。はい、他にありますか？その生意気な態度も問題ね。目上の人に対する敬意ってもんが感じられないのよ。さっきから目上の人がどうの敬意がどうの言ってますけど、私はお母さんのことを心底見下していますし、敬意どころか軽蔑しています。そもそもお母さんだって、トシコさんを恐れて逃げ回ってますよね。はぁ？そんなの言いがかりよ。私はちゃんと彼女を母として尊敬しているわよ。へぇ、そうなんですか。本当に生意気ね。いかにも高卒で片親らしいわ。まあ、あなたに罪はないのかもね。どれだけしょうもない親から生まれてきたのやら。もういいです。そうやって嫌がらせのラインばかり送ってきて私を挑発しても無駄です。お母さんは一生そうやって哀れに生きていけばいいと思います。哀れなのはあなたの方でしょ。さっさとヒロシと離婚してちょうだいね。ヒロシがどんどん汚れていくわ。離婚なんかしませんよ。さようなら。まったく、高卒で片親の嫁は何やらせてもやっぱりダメね。親族の集まりで生ゴミみたいな飯作った責任を取れ。私の料理、まずかった？え、お母さん？ともえさん、
私の料理がまずかったって？え？いや、そんなことは言ってませんよ。ただ、さとこさんの料理が少しだけ味付けがおかしかったかなと。さとこさんは料理なんてしていないわよ。彼女には買い出しを頼んでいたから。え？あなたが生ゴミ入れに捨てた料理は私が作ったの。2時間以上かけて全員分作ったのに、ショックだったわね。え？そうだったんですか？すみません、そうとは知らずてっきり。でも、まずかったんでしょ？それは反省しないとね。だって生ゴミ呼ばわりされるほどひどいなんて。いや、生ゴミだなんてそんな。え？だってさっき自分で言ってたじゃない。それじゃあれは嘘だったってこと？いや、嘘っていうわけじゃ。ってことはやっぱり生ゴミだったわけね。私の一生懸命作った料理が生ゴミか。ショックだわ。いや、本当そういうわけじゃ。さっきから何？じゃあ私の料理は生ゴミなの？そうじゃないの？はっきりしなさい。え？生ゴミなんかじゃありません。とてもそんなわけありません。なんだ、生ゴミじゃなかったのね。安心したわ。でも、っていうことはさっきさとこさんに嘘をついたということよね。いや、お前の料理は生ゴミみたいだって言ってたものね。でも本当は生ゴミみたいじゃなかったんだとしたら、あの発言はどういうことなの？あれは教育の一環というか。教育？さとこさんはもう立派な大人よ。あなたに教育される筋合いなんてないと思うんだけど。そうですよね。すみません。とりあえず、あなたが代わりに料理を作りなさい。え？当たり前でしょ？逆に、自分で捨てといてそれからどうするつもりだったの？早く作って。1時間以内にね。時間が押してるんだから。私とさとこさんはもうすぐ家に着くから、さっさと支度するんだよ。わかりました。本当にすみませんでした。よくあんなひどい料理が作れるもんだね。あれを食べた親戚たちの顔を見た？まるで溝落ちを殴られたような表情だったわよ。日頃さとこさんにやらせっぱなしで、料理なんて何年もやっていないんでしょう。いえ、そんなことは。それに、ストレス発散のつもりか知らないけど、またさとこさんを怒鳴ってたわね。あなたは親戚一同の前で彼女を怒鳴って鬱憤を晴らしているんでしょうけど、私に怒鳴られた途端あんなにも小さくなるなんてね。すみません。あんたほど滑稽な女はいないわよ。で、もう荷物はまとめたの？いえ、まだ。まあ、まとめてなくても関係ないけど。力ずくで追い出してあげようか？それとも自分から出ていく？いえ、自分から行きます！お待たせしてしまい、すみません。吉彦はどこに？吉彦？どうして吉彦が関係あるんだい？いえ、一応夫婦なので。吉彦は今回の件であんたにすっかり愛想を尽かしたそうだよ。まあ、遅いくらいだと思うけどね。え？それってどういう？だから、あんたとは離婚だよ。これまで何度も揉めてきたけど、今回は私も本腰を入れて離婚させてやるからね。吉彦も肝っ玉の小さい男だからね。情けない。離婚ってそんな。それじゃあ私はどこに帰ればいいんですか？知らないわよ。ホテルでも取ればいいじゃない。でも私はお金もあまり持っていないし。そりゃそうだろうね。だってあんたは働いていないんだから。吉彦の稼ぎを当てにして専業主婦をやるのはいいけど、家事を嫁にやらせて自分は何もしないってのは感心しないね。いや、だって二世帯で暮らすというのはそういうものだと。そうは思わないけど、仮にそういうものだとしましょう。
それじゃあ、今自分がお金を持っていないことも仕方がないわよね。その場その場で都合のいいことを並べていると、そうやって自分の首を絞めることになるのよ。さとこさんが毎日こんな生活に耐えていたなんて、本当にかわいそうだわ。早く出て行って。どうしても出て行かなきゃダメですか？親戚一同の前で大恥をかかされた挙句追い出される。これまでさとこさんが何度もあなたにされてきた仕打ちよね。いや、だからあれは教育で。うるさい！え、ごめんなさい！何が教育だ？高卒だの片親だの人を差別しておいて。お前がやってきたのはただの嫌がらせ。言葉の暴力。さとこさんは淡々と振る舞っていたけど、さっき私に打ち明けてくれた時、ボロボロと泣き始めたんだ。ソネ家の人間として、お前のことを許すわけにはいかない。ごめんなさい。本当に。謝罪の言葉など何の価値もないよ。本当に反省しているのか見極めるために、再教育も兼ねてうちに住んでもらうわ。え？あなた、ずいぶんと金遣いが荒かったようね。吉彦の貯金から小銭をくすねては、夜の街で遊びほうけていたらしいじゃない。え？どうしてそれを？私が知らないことなんて何もないと思いなさい。とにかく、吉彦との離婚にあたって当然慰謝料が必要になるでしょう。それに、いくら身内とはいえ金を盗むのは罪。その分も返済しないとね。つまり、何を？私の家で花嫁修行を積んでもらうわ。吉彦への慰謝料と返済金が貯まるまではいてもらうわよ。24時間、ずっとですか？当たり前でしょう。毎朝5時に起きて朝食の支度、家の掃除、庭の手入れ、洗濯、犬の散歩まで済ませてちょうだい。そして夜まで働きに出て、帰ったら夕食の用意、風呂トイレの掃除、皿洗いにベッドメイキング。そんな、それを毎日続けてもらうわ。もちろん休日なんてなし、外の仕事がない日は一日私の言うことに従って動きなさい。そんなの無理！あまりにもひどいです！あなたがさとこさんにやらせていたのはこういうことよ。今頃気づいた？こうでもしないと自分のやっていたことがわからないだろうからね。とりあえず今は出て行って、私以外の人間と会うことを禁ずるわ。今話を聞いて、確かに自分のやってきた行いがひどいものだってわかりました。本当に反省しています。だからその生活だけは許していただけませんか？さとこさんに拒否権はあった？え？さとこさんにもしそう言われていたらどうしてた？きっと、高卒で片親の嫁は意志が弱いのね、なんて言ってたんじゃないかしら？それは、確かに今までの私なら言っていたかもしれません。でも、今は反省しています。決してそんなことは言いません。悪いけど、信じられないわ。それに、あなたはもう離婚するんだから、ソネ家の人間でもないの。そんな、ひどいです、お母さん。だからお母さんなんて呼ばないでいただけるかしら？うちの由緒正しき家庭に、あなたみたいなカスはいちゃいけないの。その後、ともえさんはとしこさんの家へと送られ、毎日こき使われているようで。早朝から深夜まで働きづくめの毎日を過ごしながら、ともえさんはなんとか逃げ出そうとしたそうですが、としこさんの用意した謎の勢力により、彼女には常に監視がつけられており、どれも失敗に終わってしまいました。そんな生活が続いて1年が経ちますが、ろくに社会経験のないともえさんにできる仕事ではお金が貯まるはずもなく、彼女が無事にお金を貯めて解放されるまで、あと10年で済めばラッキーなもんでしょう。一方私は最悪の姑から解放されて、毎日がキラキラ。今では子供も授かり、幸せな日々を送っています。